お疲れ様です。政権好き1万回きついんだよ。あれ西新宿公園じゃないよ、新宿中央公園。筋肉痛で体がボロボロです。これはやばい。臭くなったバンテージも洗濯しましたよ。減量はね、70キロで挑もうと思ってるんで、あと8キロ減ですね。8キロ落とします。体重を。8キロ、いや、そんな簡単だよ。1ヶ月は8キロぐらい何回も落としてるから。ただ、その、激しい運動を伴って落としたことがないから、そこが課題かな。運動しながらダイエットしたことがないんで、食事制限だけで8キロとか落としてきたんで。本当だよ。俺断食だって3週間とかやったことあるもん。水だけの生活を。昔からの和道リスナーだったらニコ生の企画でね、何回も減量で体重落としてるの知ってるよ、みんな。だからよくね、ダイエットでね、どうやって痩せたらいいって、女の子から質問来る。みすけさんこんばんは。体調不良になりますよ。なります。今、食事制限と激しい運動と、両方で体重を落とします。体重を落とすのが目的じゃなくて、動ける体作るのが目的だから。おー、植田屋、いつもありがとう。ハートありがとう。
10日ぐらいの断食。10日は結構頑張ったね。最初、おー、花火ありがとう。花火、ダーン、ありがとう。あの、お徳さんどうもどうも。いっすー。断食ってある程度続ける。負けちゃったの？マジで？俺勝ち確だと思ってました。マジか。直徳さんやられちゃったんだ。また狙いましょう。応援しますんで。協力しますんで。あ、配信甘くないっすよ、そんなに。いえいえ、とんでもないっす、とんでもないっす。お世話になってるんで。そっか、直達さん、リスワン、ルーキーランキング、絶対取ると思ってたけど、負けちゃったって。こんつは、暑いっすね。マーニャワダツ。いやいやいや。YouTuber の、誰かが参加するよね、あれ。1000万の企画。やるみちゃんって女が爆乳を生かしてリスワン取った。爆乳を生かしたか。22ポイント悔しい。マジか、接戦っすね。俺もジャガイモ王子にそれでやられたかんな。高く振ってたら絶対取れると思ってたら。スタッフさんこんばんは。今ね、新宿の中央公園。巻き方あるよ。巻き方あるよ。うん。そう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 、家の近くね。さて、バンテージ巻いて。塩ダイヤってなんだろう。塩ダイヤがわかんない。都庁の近くだね。鹿？鹿ってなんだろう。お父ちゃんもう一本吸ってるわ。はーい。雑談してて。おどつ。実家じゃないでーす。司さんこんばんは。ひろしさんこんばんは。ぽんちゃんこんばんは。バレーニャさんこんばんは。みすけさんこんばんは。あさえさんじゃないです。
エゼヘイさん、こんばんは。こんばんは。今日もトレーニングに来てます。トレマルさん、こんばんは。怖くないです。怖くないです。私はトレーニングはしないです。これでカウント。にゃーさんはずつ、これでカウントでお手伝いします。にゃーさんはずつ、これでカウント係、どうもです。カウント係してます。そう、カウンター入れてくれてるね、じゃあやりますか。準備運動からストレッチ。あー、痛い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 。カッチカチ。あんだけ揉みほぐしたのにな。動いてれば治るかな。どうかな。スケーターのメッカだからね、スケーターと自転車の。すごい多いよ、毎晩いるよ。みんなここで、新宿とか渋谷とかの子、ここで練習するぞ。渋谷は渋谷であるか。新宿の子とか中野の子は多分ここでやるんだよ。こんばんは。まず準備をここでやって。配信。
旅やめてないよ。画面ぼやけるんだよね。はい、ワード2、いらっしゃい。アイテムありがとう。アイテムありがとう。21でストップしてんじゃん。トリプルファイブが俺の放送見てないだけでしょ。そういえばラジオ体操って昔は適当にやってたけど、あれが一番ステレッチ効果。ああ、まあ、官僚の人間が考えるぐらいだから。まあ、理にかなってるんだろうね。縄跳びからやるか。縄跳びからやります。
メだ、足が行って全然できない。全然できない。ダメだ、先にジョギングして太ももほぐさないと無理だわ。先に走ってくるわ。さ、筋肉痛なんだよ。20分走ってくる。よーそうそう、どうぞ。武藤さん、ジョギング中です。縄跳びのなんか紐がなんか黒くて全然見えないんですよね。19分20秒。紐を見て、あ、そうか、紐は見て飛ばないのか。いつなさんこんばんは。あんずさんこんばんは。あ、カントリズム感。18分33秒。これとランニングです。中はランニング。ちょっと暑いです。17分50秒。紐が難しい。17分2秒。
持ち方も、なお持つ、なお持ってみよう。難しい。飛び方がやばかった。3分56秒。わどつです。大阪先輩こんばんは。今日も頑張ってます。ウィーン。7秒。チックミット買ったんでバンバン蹴れますよ。お父さん練習で使えます。蹴りの練習が、あ、蹴りの練習ができる、すごい。キックミットやりたいですね。1分30秒。
分41秒。今捨て頃の、ボクシングあれ格闘技の練習をしてます。9分55秒。大阪先輩、和田つゆ。あ、いいっすね、いいっすね。7分25秒。6分36秒。
39秒。13秒。フォードツーゴンター。あ、こっちそうだ、トツートツー、トツさん、こんばんは。皆さんこんばんは。1分10秒。こんばんは。
いや、努力なんて意味ない。結果が全てだよ。水汲んでくるわ。国家さん、いらっしゃい。スケボーの人、いっぱいいます。いよいよ試合の日が近づいてきました。そうですね、ゴン太さん、なんか緊張しますね。目しか見えてないんで。パンちゃん、こんばんは。のんちゃんのサポート大事だね。ぬこ寝かすから落ちますね。のんたんもわどたんも頑張って。にゃさん頑張ります。おやすみなさい。パンちゃんこんばんは。わどさん配信終わったの？まだこれから。あ、旅配信は捨て頃まで。はい、サブさんワドツー、みんなワドツー、頑張るよ。にゃ、ありがとう。なんて厚着だよな。大阪いつ頃だろうな。ちょっとまだわかんないね。ちょっとまだわかんない。どうしようかな、今日。
今日誰もいないしな。了解です。お願いします。のんちゃん、受ける方やってくれたりしない？そんなに難しくない。ダメ？できるかな？できるできる。ゆっくりでいいから。のんちゃんに相手になってもらおう。前に重心が倒れた時にパッて左足を前に出して、そこがこうね、肩幅に開いてこうバッて、こうそこがフォームで、ちょっと足を一緒にこうで、万歳しよう、そう、目の前もう一緒にで、手はそんな重要じゃなくて足の練習したいの。のんちゃんやめよ、怪我する。やっぱりやめます。うん、ゲロンパお前見なくていいわ、俺のこと。うん、消えて。うん、別に俺のこと応援してたとかいらねえから。うん、嫌いなんだろ、見に来んなよ。別にお前のために放送やってんじゃなくて、ここは応援してくれる人のためにやってんだわ。不愉快だわ、消えろ。いや、時間帯は、うん、さよなら。時間帯、いや、時間帯バラバラっすね。僕が起きたら朝で、僕が寝たら夜です。顔でかくなったかな？そうかな？変わった？変わったかな？大体言っとくよ、俺4年前放送やってねえから。何が4年前応援してたんだよ、わかるか、こういう嘘つきの特徴。4年前俺放送やってねえから。バカが腹立つんだよ。
肩の筋肉出てるかな。おう、ふわりんいらっしゃい。やべえ、体ガッチャガチャ、超痛いてるのし。筋肉が痛くて無理。前蹴りの距離でフックでカウンター取れないよ。じゃあグローブつけて。前蹴りに対してカウンターでフックなんか取れないよ。ハルスマルはどつ？そんなサバコをやめさせたいの。全然理屈が分かんないんだけど、別に俺がサバコ吸おうかその前が別にどうでもよくない。
振って、あの全力で行かなくていいから体力は持つようにどうぞ。顎を目立ったり、ボディーを打ったり、だっていないんだもん、スパーリングの相手が。文句ばっかりだな、お前ら。うん。しょうがねえな、相手がいねえんだから。パワーある方がいいんだけど、82キロまで上げたの。68キロから82キロまで上げたんだけど、今度3分3ラウンド動けなくなっちゃってさ。で、筋肉の量は上げたから、脂肪ごっそり落とそうと思って8キロ落とします。うん。どうした？でもお腹もだいぶ引っ込んだよ。だいぶ引っ込んだけど、こんばんは。タバコ吸ってくるわ。あのんちゃん、これほどいて。頑張ります。夜景が綺麗だよ、すげえ。夜景見る。
新宿の夜景綺麗でしょ。綺麗じゃない？都庁の方ね。エリさんごきげんよう。夜景綺麗でしょ。星はあんまり見えないかな。今日ちょっと曇ってて。新宿って夜でも明るいのね。歌舞伎町とかの明かりの照り返しで、真っ暗にはならないの。薄暗い感じになるの。マリアンはどつ？新宿は真っ暗にならないよ。田舎の方みたいには。ずーっとほら、ビルの明かりの照り返しがあるから。ここが一番いいんだよね。小さい公園だと住宅街とかだからさ、起きちゃうじゃん。人が。ここだとさ、スケーターとかもいるし、夜中どんだけ騒いでも、近所にホテル、商業ビルしかないから。旅の間ホテルじゃない、満喫だったよ。ホテルは2回泊まったかな。満喫とスーパー銭湯と野宿と。お金かけらんないもん。漫画喫茶にだいぶお世話になったけど。小鳥ちゃんいらっしゃい。六本木っていうか俺が西新宿だから近くにある公園が全部住宅街なんだよ。10代がやることこれがどれの話。うん。ありがとうね、ふわりん。また来て。ありがとう。どれの話を？サワーカーいらっしゃい。いや、タバコやめたいなんて思ったこと生まれて一回もないね。吸いたくて吸ってんだよ、こっちは。タバコやめたいなんて思ったことないね。ドラゴンボール世代じゃないかな。フリーザ編だったかな、幼稚園ぐらいの頃は。セル編とか、小学校で。あ、ドストライクではないね、ドラゴンボール。ワンピースが中学2年生の時に始まったのかな。中1だ、ワンピースは。どちらかっていうとワンピース世代なんじゃん。こいのぼりゲットありがとう。こいのぼりありがとう。
筋肉マンはもっと古いよ。花火ありがとう、サブさん。ありがとうね。花火ありがとう。そうだね、Z だね、俺は。Z 世代。中途半端な世代なんだよね。昨日のトレーニングで体バッキバキだわ。バッキバキ。動けねえ。太ももと腕がめちゃめちゃ痛い。軽く流そう。アフタリエッジの世代なのかな。確かにベルセルクも16巻ぐらいから集めた。16巻が最新回だったね。ハンターハンター、世紀末リーダー伝、タクシー、ワンピースは中学の頃だし。勝てそう。たけし面白かったよね。ミット欲しいな。関節技とかできんだ。俺はサブミッション全然わかんないよ。幕張だよね。やっぱ幕張だよ。やべえ体が。変わるかな。ちょっと足が痛い。なんでこんな筋肉痛と思うの。断裂してんのかな。全身痛い。回復が遅いんだろうね、おっさんだから。参ったな。やる気が起こんね。マッサージもしたし。ちょっとオーバーワークだったのかな。なんか筋肉痛の時とかに有効なトレーニングってある？やっぱ休憩？やっぱそうだよね。
に歩くまでもテーマ。切れないぐらいだったら休む。ジョギングしかできないね。いや、ジョギングだ。ジョギングやったことない、うん、足が上がんないし、腕がジャブ打つだけで痛い。スピードが出せない。3倍ぐらい遅いでしょ。だよね。休もうかな今日。どう思う？やった方がいいと思う？やった方がいいと思う？ハンマーすげえな。花火ありがとう。ストレッチ念入りにしようか。ちょっときついわ今日。マジできつい。念入りにやるか。花火ありがとう。花火ありがとう。とてもじゃないけど、これ練習できる状態じゃないよ。寝てた方がまだ強くなると思う。自動延長ボタンが外れてる。なんだこれ、バグかな。自動延長できてるよね。ストレッチ念入りにやって今日帰るか。これダメだ。あかん、あかん、あ、今日はダメだ。すいません、体がぶっ壊れてるんで、今日はストレッチ念入りにやってやめときます。疲れっす。ジョギング20分しただけだったね。ありがとう、みーすけ。そうだね。
おっさん休みます。シュウさんこんばんは。いや、あかんわ。あかんあかん。まだ具材あんの？のんちゃん。まだ食料具材ある？具材微妙。微妙？一回火は通してあるけど。なんだろうな、でも、そんなに激しいトレーニングやってないんだけどな。昨日。時間が長かったからかな。なんでなんだろう、原因が分かんない。のんちゃんいるよ。鯉のぼりはもう上限いってるけど欲しいね。あのランキングに関係あるから。カオさんいらっしゃい。キャスバー行ってカラオケでもする？キャスバー行く？あそこ結構多いよね、人ね。いやか。新宿までつが新宿ナウだけどね。飯食ったら散歩配信でもしようか。ジェルでいらっしゃい。とりあえず飯食おう。のんちゃんアミノ酸飲む？いらない？そうだね、飯食おう。
大会終わったら米食いまくろうね、のんちゃん。やだやん。ご飯食いたい。自分になっちゃう。ちょっと顔細くなったでしょ。顔細くなってない？今炭水化物抜いてるんすよ。糖分と。多分顔細くなってるはずなんだよね。8キロっすね。8キロ。シュッとしてない？プロテイン飲みまーす。お疲れ様。お疲れ。今日ダメだ。この前のがオーバーワークだったみたいで、体痛くて運動できなかった。口だけ番長いらっしゃい。これがリスナーさんおすすめのアミノパワープロテインです。あれ、これサバスって書いてあるんだ。あれ、味の素じゃないの？あるよ。のんちゃんの分持ってきて。なんだ。うん。どれでしょう。できない。
痛すぎる。はい、ワードツー、ガラス丸いらっしゃい。はい、たくみさんいらっしゃい。いってー、マジで。よし、さん、ワードツー。体がボロボロだよ。青さんはどっち？体がボロボロです。体力回復するまで待とう。
手が亀で申し訳ない。うん、はい、ワード2。どっちのスーパー行く？どっち行く？きのこ食べた、きのこ食べようか。おー、見えるわ、ドツ。ミキマロさんいらっしゃい。どうも、こんばんは。俺の財布持ってもらっていい？帰ろう。今日はトレーニングになりませんでした。すみません。ダメだったわ。入ってない？入ってないね。
こんばんは、大志さん。豚肉と、あと豚肉ちょっとと、豆腐と豆腐だ、豆腐たくさん食べないとね。味どうする？味いかにする？タレ。いや、タレはしなくても平気だけど。うん、な、醤油、醤油と砂糖買う？みりんとか。あ、買おうか、大会終わったら甘いの食いまくるから。デブになっちゃう、またねえ、甘いの好きなんだもん、うん、みんちゃんだけ減量じゃあちょっと太ったもんね、うん、デブだもんね今、うん、のんちゃん、車で温泉行かない？もう遠いよ温泉行こうよ、ねえ。とんでもなく遠い。とんでもなく遠い、うん、帰りで温泉行こうよ。どっか行こうよ、車で。とんでもなく遠い。ご飯食べたらどっ、ちょっと待って、階段、階段、早い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 介護のおじいちゃんみたい階段やばい。温泉いいよね。スケートで滑らないようにテープ巻いてある、うん、そっちだわ、間違えた、うん、スーパー向こうだ、どうしよう、どうする、どっかに渡ろう、渡っちゃう、そこ、信号で、和道が生まれた日、
俺が生まれたの5月21日だね。あでー、1985年5月の21だね。シャレだね。いつも満席なんだよね。美味しいんだろうね、多分。当たり前のこと当たり前に言ってるだけじゃん、それ。和道が生まれた日、和道の人生がそこからスタートした。普通だよ、普通。名言でも何でもないよ。具材買おう。きのこ。舞茸食べたい。舞茸。いや、肉豆腐ばっかり食ってる。食えるの少ないから。炭水化物取れないから。ネギある？ネギ入れる？うん。あと白菜とかないのかな？白菜はもう売り切れました。なんで？あ、夜遅いから。今新宿。豆腐2個。あのストックしといて。うん、2個か3個かって。2個そこか。うん。で、豚バラ。そう、アメリカ産。いつもこっち、しゃぶしゃぶ用。何がそうなんだろう。何にしようかな。はい。何グラム ?190。もうちょい欲しいな。結構昨日のはまだ残る。あ、じゃあいいや。それで。鶏肉とか買っとく？タコスやる？あ、タコスやろうよ。忘れてた。タコスやって。キャベツとかも買わないと。
牛肉足りないな。何でもいいか、こっちの下のやつでも。どれ？前引きで。おう。これ、これくらいあればいい？どれくらい必要なのあれ？ 500g。 500g 結構。あ、でも粉を半分にしてでもいいよ。あ、そっか。じゃあ200、250g。 これであれ、1個分。ちょっと多いな。粉半分にして。これでタコス作ろう。キャベツ、キャベツ、チーズとレタス。キャベツじゃないのあれ、レタスなんだ。じゃあレタス買って。ピーマンは、それキャベツだよ。ピーマン、赤ピーマン、パプリカ。これにしようか、少量パック。これでいいんじゃん。あと何がいいの、タコスって。サルサソース。トマトいるよ。メート。何でもいいよ、何でもいいよ。これ。うん、何でもいい、何でもいい。サルサソース。砂糖はそこ。あ、砂糖。選んで、何でもいいよ。砂糖と醤油、うん、何が、どの醤油だっけ。かき醤油。これか、うちが使ってるのこれだっけ、うん、はい、いっぱいになるね。持てる。本みりん、本みりん、本みりんもいいやつでいいよ。これでいい。うん、それでいいよ。調味料安くするとまずくなるから、うん、あとはいいか、あれ持ってきな、カート。はい、今度はいらっしゃい。サルサソース。おい、ゆうすけさんいらっしゃい。はい。で、チーズ、何系がいい？これ美味しかった。これうまいよね。チェダーが好きなんだよ、俺。覚えといて。これにしようか。あとは、サルサソース。あのね、裂けるチーズでうまいな、あんだよな。とろけるチーズ。チェダー。これも入れて、のんちゃん。チェダーに。チェダー大好きだから。これがうまいんだよ、三層のクリームチーズってやつ。これにする。俺タコスの一番下に引いてさ、焼いてからやって。そう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 。何でもいいよ、のんちゃんが使いやすいの、うん、それでいい、うん、じゃとりあえず肉豆腐とサルサ。どうする、肉豆腐あんまりあんの。俺サルサ食いたい今日。うん、今日火を通しといたから食える。甘いの禁止だかんな。オレンジジュースとかあったっけ。オレンジジュースは半分ぐらい。半分ぐらい。じゃあ買おう。あれ、オレンジね。いいか、レッドグレープでいいか。上のオレンジなら。上のね。トロピカーナ。トロピカーナにする？あれ？どっちでもいいよ。あ、高いんだよな。あ、いいか。
こんなもんか。楽しいよね。こんなもんのんちゃん。はーい。じゃあ買おうか。うん、ダメだ、炭水化物しかねえ、こっち危険エリア。ちくわ天って食える、ちくわ天食いてえな。ちくわってどうなんだろう。うわうまそう、豚バラ、くそ、魚のすり身か。ちくわって炭水化物じゃないよね、大丈夫だよね、多分。小麦粉とか練り込んでないかな。買おう。結構買ったね。たっぷり買いました。あ、のっちゃんこっちだって。はい、じゃあこれ片付けて。大丈夫。Tポイントでしたっけ？Tカード。持ってるのんちゃん。じゃあ大丈夫です。はい。レシートいいです。大丈夫です。今日はのんちゃんのタコスと昨日の残りの
肉豆腐。タコス楽しみだ。帰ろう、ご飯にしよう。お兄ちゃんだ、久しぶり。雑談相談枠？え、なに？声の出演がしたいってこと？じゃあ、今日今から家帰るから、枠開くよ。うん、声の出演したいってこと？姉ちゃん。テレビで。今からはどう？だったら今相談すればいいじゃん。今相談してよ。姉ちゃん久しぶりだね。全然来なかったじゃん。旅配信中。どうせあれでしょ？旦那の浮気とかでしょ？姉ちゃんの旦那さんもどうしようもないぐらい浮気症だから。ねえ、すごいね。うん、練習どうもどうも。いや、今日は練習できなかった。筋肉痛がひどすぎて。おー、ありがとう、バタフライテール。花火ありがとう。サンキュー。助かります。ありがとうね、バタフライテール。ごめんね、最近いつも仕事前になっちゃってて、配信が申し訳ないよ。ありがとう、応援してくれて。いや、ありがたいね。今日今からのんちゃんがサルサを作ってくれます、タコスを。ねえ、なんか自分の親が精神にがおかしくなってしまって、今介護1、2回、日本語おかしいな、介護に近いことしてます。精神がおかしくなってしまって介護に近いことしてる。その精神病が若年性アルツハイマー認知症なので、うつなのかわかりません。ですね、若年性アルツハイマーは精神病ではないです。ありがとうございます。多分ね、精神病と、その、脳の、多分ね、これが多分一般の見解なんだと思うけど、認知症は精神病じゃないのね。精神病って呼ばれてるものは心の病気なんですよ。うつとかっていうのは。で、アルツハイマーとかっていうのは脳の障害なの。だから、なんて言うんだ、身体障害、知的障害に近いの。精神障害っていうのは知的障害伴ってないから。伴う可能性もあるんだけど。で、多分なんだけど、うつから、若年性アルツハイマーから来る、そういう心の変化みたいなのだったら、もう入院させた方がいいと思う。いろんな人見てきたけど、無理よ。発症はね、1週間ぐらい前じゃないんだよ、認知症とかって。早めに連れてった方がいいよ。本当に。アルツハイマーが、うつなんか分からなくて、明日、神経系、
や、それも受付で聞けばいいんだよ。どういう症状で苦しんでるのかだよ。多分ね、でもね、年齢いってから打つ、よ、更年期の打つとかじゃないと思うよ。多分。もうあっからさまに変わるから。人格が変わるから。アルツハイマーは。で、早く連れてかないとダメよ。うん。うつはね、人格は変わらないのよ。ただね、なんて言えばいいのかな。性格は変わらないんだけど、要は、塞ぎ込んだりとかがうつなのね。だから、アルツハイマーはもう一発でわかる。もう人格が破綻するから。大変だね。だから、精神科ではないからね、多分。まあ、もしかしたら精神科の可能性あるけど、うつですねって。アルツハイマーとか、うつ病とか違うから。だから、精神科でアルツの人なんか見たことないもん。脳外科ですか？脳外科だからね。うん。それはね、早めに連れてった方がいいと思う。精神病は結構わかりやすい。なんだろう。なんていうのかな。まあ、ニコ生見てるとわかるでしょ？違いばっかりだから。あいつらが全員精神病だから。ニコ生に出てくるやつは精神病だよ。ほとんどが。で、そうじゃないなっていう感じがしたら、もう完璧に脳やられてる可能性あるから。そう。俺ら気違いからアドバイスすることは何もないよ。多分ね、でもね、俺は鬱じゃないんじゃないかなって思うよ。どっちかわからないっていう。アルツハイマーなんじゃないかな。俺ばあちゃんアルツハイマーでやってる、ね、やられちゃってるから。孫の顔とかわかんなくなるからね。息子の顔とか。でも、鬱とアルツハイマー全然症状が違うんだけどね。なんで鬱かアルツハイマーかで迷ってるのかがわかんない。鬱とアルツハイマーは全然症状が違うから。部屋から出ないとかなんかな。なんなんだろう。もうどういう風におかしくなったのか。極度のショックは2週間前に襲って、父親が喉こじらせて入院しただけ、それから極度の不安と心配が襲ったみたい。あ、じゃあ精神病だね。あー、2週間前、父親が、それは母親の方が精神病になったってこと？父親が喉詰まらせて、そのショックでってこと？あ、だったらね、だったら、鬱っぽいかもしれない。うん。旦那さんが死んじゃうかもっつって、もう死が怖くなったパターンだよ。うん。だったらアルツハイマーじゃないでしょ。アルツハイマー的な症状一つも出てないじゃん、それ。アルツハイマーの症状一つもなくてはびっくりしちゃう。姉ちゃん天然だな、相変わらず。俺は姉ちゃんが心配だよ、本当に。姉ちゃんの天然具合が心配だよ。あー、ただいま。汚ねえな、家。隠さないとね。ただいま。食事お願いしてもいい？うん。一回さ、じゃあ鍋の中俺きれいにしようよ。食べちゃうってこと？意識が混乱してなんか忘れちゃってる部分、併発してるんじゃないの？一度検査はした方がいいよ、アルツハイマーの。なんか物忘れおかしいと思ったら。ほんと手遅れになるから。結構ビビるよ、家族。怒りっぽくなるんだよ。はるちゃんまたつい、切れやすくなるのね。マジで、厄介だよ。早めに行った方がいいのとしろ。おかしいと思ったら。じゃあ、パソコン配信に切り替えまーす。じゃあ、みんなお疲れ。パソコン配信に切り替えまーす。
おつお前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。